南太平洋にある小さな島国バヌアツ共和国。日本から南東におよそ 6,700km、 直行便はなく、天国に一番近い島で有名なニューカレドニアから飛行機で1時間ほどで行ける小さな国には83の島があり、およそ30万人が暮らしている。この国の魅力は島ごとに異なり、絶景の海が魅惑のビーチリゾート、そして透明度が高い海には絶滅が危惧されているジュゴンが住み着き、一緒に泳ぐことができるという世界でも珍しい体験ができる。目の前で噴火が見られるヤスール火山は、世界で一番簡単に火口に近づける活火山として知られ、世界中から観光客が集まる。さらにバンジージャンプの発祥ともいわれるランドダイブが行われる島や、未だ自給自足生活を送る原住民が暮らす村など、絶景も秘境も楽しめる魅力満載の国、バヌアツ共和国。バヌアツの伝統的な飲み物カバ、前回特集したトカダンス前年祭でもカバの根を取ることがお祭りの一番の盛り上がりとなっており、バヌアツ文化の特別な存在です。ですが、飲んだことのない人にとっては見た目から味の想像が全くつかない未知の飲み物カバ。今回のバヌアツエコーはカバを生産する工場やカババーの裏側に潜入、バヌアツの魅惑の飲み物カバを特集します。はい、新人 BTV 特派員のメルヘンあゆみです。今回リポーターをしてくれるのはサウスパシフィックツアーズの新人ツアーガイドのメルヘンあゆみさんです。バヌアツといえばカバということで、今日はカバツアーに来ております。今日、カバのご案内をしていただくジュリアさんです。今回工場を案内してくれるカバハウスのジュリアさんです。カバエミワンプラントウェロバノワトゥオリスクイスムルトプレヘムアンドリンク、so it's like a herbal drink ベカトフラプカストムモカルチャービアンドドリンキングロカバロバノワトゥ。Every afternoon, people go to Nakamaru to drink kava. Nakamaru とはバヌアツの伝統的な村にある集会場のことで、仕事を終えると村の人々が集まってカバを楽しみます。Foster a relationship, make a friendship, make a reconciliation, make a agreements, celebrate them births, deaths.Celebrate them milestones of life. So kava emi part blo lifestyle blo man Vanuatu. Kava は冠婚葬祭や歓迎の儀式などに使われるバヌアツの文化にとって特別な存在なのです。Making people relax, making people happy, making people want them talk talk. From alcohol, compared to alcohol, alcohol makes you.High after too much energy. No, kava opposite. Kava calms you down, make a muse down, and you want them talk talk. Muscle relax, neurons too relax, and then people fall asleep. お祭りやお祝い事で飲まれるイメージのあるカバですが、実はリラックス効果があったんですね。こちらがカバの苗です。カバ takes 60 years to grow to maturity. Every カバ grow organic.No fertilizer, not allowed. Only good for the fertilizer and me all rubbish or some grass, he dead. This is for fowl, good one. From got full of nutrients in him, then was some kava grow very well. 収穫されたカバは農場で2週間ほど乾燥され工場にやってきます。
工場に運ばれたカバはこのように人の手によって一つ一つ丁寧に洗われます。そして洗ったカバはこちらの部屋へ。なんだか大きな音がしますね。 So here, dryer. Every cover come here, rewash, redry. Yes. So everything solar dry. No, just heat. After, mit dem fan for ventilation, so even drying. This is a cover chip. Yes, and this cover root.Yes. Oh, yeah. So strong. This one very strong. Yes. 硬いですね。こちらの工場では乾燥に 2,3 日かけ、毎時間ひっくり返す作業をするそうです。大変ですね。So, must cut them chips is small.Then make into powder. So one day, one person must produce 10 kilos. 1日で10キロもパウダーにするというこの作業。ジュリアさんはいとも簡単そうにしていますが。では、私もトライしてみます。お、手つきが危なっかしいですね。カテゴの成績は1です。おお、ワンダフル。メルヘンあゆみさんの手つきはヒヤヒヤしましたが、このように手際よくカットされたカバは次にこちらでふるいにかけられます。あんなに硬かったカバもサラサラのパウダーになりました。そして袋に入れられ製品化されていきます。こちらが製品の倉庫です。匂いがプンプンしますね。さらにはこんな工夫も。Bag from Australia, made from recycled paper, after biodegradable. When finished drinking, this melts, disappear. こちらが製品になったばかりのカバの粉末です。では。早速いただきます。メルヘンあゆみさん、味見をしてみることに。うーん、思ったよりですね、カバの味はしないです。小学校の時に飲んだ粉薬のような感覚ですね。パウダー mixed with water. Yes, so this is 100 grams mixed with 200 milliliters. Mix in bowl and then put it intoすると今ですね、口の中がちょっとピリピリし始めました。これがカバ効果でございます。実はカバは胡椒の仲間の植物なので、飲んだり舐めたりすると口がピリピリとします。メルヘンあゆみさんが何やら緊張している様子ですね。ここでカバに挑戦します。緊張しますね、やっぱり。では、飲んでみたいと思います。いきます。おー、カバの匂いですね。なんか漢方のようなですね、ちょっと薬っぽい味がします。見た目がこう泥のような感じなんですけども、味はですね、なんかこう薬のような漢方的な味がしますね。でも、あゆみさん、なんかまずそうに飲んでませんでした？はい、まあ人によるんですけど、私はちょっと苦手な味ですね。なので、こうちゃんと飲み物を準備してから飲まないとちょっと大変なことになってしまう。おかわりしないんですか？そうですね、はい。行ってみます。とは言ったものの、
2杯目に挑戦、大丈夫でしょうか。やっぱり2杯目はきついですね。でもなんかこう1杯目のカバーがこう今降りてきてて、ちょっと今こうリラックス効果が出てきましたね。こう今何にもしたくない感じです。 What's happening here? Sleep. Cover good for sleep. Yes. 続いてメルヘンあゆみさんはカバ初挑戦の日本人観光客のお二人とカババーへ向かいました。カババーです。ここで買うんですか。そうですね、ここで買います。カバがなんとこの、ね、50ミリリットル単位で売られておりますので、はい、50ミリ、100ミリ、150ミリ選んでいただける形になっております、はい。メルヘンあゆみさん、違いますよ。カババーでは50バツ、100バツ、150バツという金額単位で販売しています。ベテランガイドまでの道のりはまだまだ険しいですね。早速注文するとすぐにカバがやってきました。こちらがカバでございます。どうぞ。すごい、見てください、これすごい色ですよ。どんなですか。いや、こんなですよ。どうですか、これ飲めるんですか。すごいね。行きましょう。あ、でもそんなにまずくない。これは何ですか。あ、意外といけますよ。どうですか。全然大丈夫。大丈夫ですか。はい。お、これ、いや、これはちょっときつい味ですね。対照的なお二人の反応ですね。今回特別にカババーの裏側を見せていただけることに。My name is Chiro. Yeah, I'm the manager here. 今回案内してくれるカババーマネージャーのチェロさんです。You get water and kava. This is kava after squeeze. This is after squeeze. This is still fresh. This is from today. This is still fresh. Oh, very good. Yeah. This is a little kava seedling. So small. I'm sorry because we just opened here like 6 months, so I don't have many seedlings of kava. But this is one of the first seedlings which this yard have. As soon as it grows up. こちらのカババーではこの機械を使って乾燥カバーを粉末にするそうです。タマファ、タマファ、タマファ、タマファ。 And we pour small for our families that are no longer here with us, that are flight away. Respect to them. So kava is resembled in Vanuatu like the blood of Christ, and we drink small kava and we eat small food resembling the flesh of Christ, and total respect, total humbleness. We don't need to pretend. You can feel kava, and no more making hard work. You know, kava we drink for relax. I already told you that is why Vanuatu is not so violent, because we don't drink too much alcohol. We drink kava. Thank you. Thank you. Thank you too much.バヌアツの歴史と文化の詰まった飲み物カバ。バヌアツに来た際はぜひカバにも挑戦してみてください。